未解決事件は終わらせないといけないからをやります。まあタイトル通り未解決事件の謎を解く推理ミステリーゲームっていうことで、なんかねめちゃくちゃ面白いって聞いたんで、これやってみたかったんですよね。でもなんか割とあっさり終わるらしくて、ボリューム的には。はい、そんな感じでじゃあやっていきましょう。次へ。あ、女の子いなくなっちゃった。始める。なんか女の子の行方不明事件の話らしくて、私はクラゲです。そうですか。振り返ってみると、波に揺られて方向も定まらないまま70年余りの歳月を漂っただけ。クラゲだ。出会った人みんなにむやみに毒の針を刺してばかりでした。誰かのモノローグかな。見えますか、私が抱きしめようとした人たちに傷だけが残って、私のいる場所には廃墟しかありません。廃墟。私はこの世に浮かぶ一匹のクラゲに過ぎないのです。クラゲ結構いいなって思うけど、かつて警察官という職業に就いたそのきっかけすら全く思い出せません。警察やってたんだ。ほら、子供を失って悲しむあの家族を見てください。私はたった一度でもあの血のような涙を拭いてあげたことがあったのでしょうか。子供を失って悲しむね。警察署は悲しみと苦しみが作り上げた空間です。まああんまりいいことは起きないだろうな、警察署で。なぜ私はわざわざあそこに入ったのでしょうか。どうして人々に嘘をついて慰めと希望を与えられるふりをしたのでしょう。多分ただの利己心だったのです。すごい自虐してるな。張り付くところを必要としていただけでした。後悔している。なんか、ああもうやめなければ、この後悔だけが残った漂流を終わらせた方がいい。これで私は初めて世のためになる決断をします。死ぬってこと。皆様、今まで申し訳ありませんでした。どうか。まあでも未解決事件に関わってる人なんだろうな、なんか口ぶり的に。おばあちゃん。お、おばあさん。おばあさんかこれ。清崎葵、愛、青さん、葵さんか、あ、清崎葵さん、どちら様。いや、毛量すごい、おばあちゃんだけど。お、あの子のこと覚えてませんか。彩花の亡霊。彩花です。宮城彩花。宮城彩花、彩花って彩花ちゃん行方不明事件の子ですね。おお、行方不明になった子。はい、おばあちゃん、そうです。え、この子がそうってこと。あなたが見つけてくれたあの子、どう成長したのか知ってますか。彩花の家族が取り戻した日常があなたには廃墟にしか見えないんですか。あ、この清崎さんが見つけたんだ。医師が言うには、私の頭の中はまるで作品のない古い図書館のようだと。すみませんが、私にはあなたが誰なのか全くわかりません。その警察の制服を見ると、彩花ちゃんの亡霊ではなさそうですが。彩花ちゃんではないのか、この人。忘れた罪をまた暴こうとするあなたは、私を裁きに来た審判者ですね。罪。お、審判者になった。裁くというより教えてあげたかったんです。
あなたがどんな人生を送ってきたのか。清崎さんの罪、審判者さんご存知でしょう。私はサイカちゃんを見つけてあげられませんでした。見つけられなかったんだ。サイカちゃんの父親、宮城哲郎さんの望み通り、あの事件は未解決事件として残っています。父親が未解決事件を望んだの。サイカちゃんが母親の前から姿を消して。おう。ん？お父さん、それはできません。未解決事件だなんて。なにこれ、メッセージ。お、宮城哲郎、セイカの、あ、セイカって読むんだ。セイカの父。セイカの失踪届は公式に受理されたんですよね。つまり娘が行方不明児童としてシステムに登録されているんですね。お父さんとの会話か。ならいいんです、それで。刑事さん、お願いします。え、これ以上娘を探さないでください。なんでだ。娘が今どこにいるか、もう聞かないでほしいんです。どこか、セイカの母親が絶対に見つけ出せないところで、娘がただ生きていられるようにしていただけませんか。母親が見つけ出せない場所。娘はいつものように公園で遊んでいて、どこかへ消えたんです。ただそれだけで、目撃者も容疑者もいない、完璧な行方不明じゃないですか。だからこれから永久に未解決事件のままにしておいてください。母親に見つからないために、土下座でも何でもします。どうか。おお、父さんが望んだってそういうことか。あのように記憶してるんですね。お、失踪課の課長として退職前に担当した最後の事件でした。審判者は何なんだこれ。宮城哲郎さんがああ言ってくれた時、安堵した私の顔を見てください。脳内会話なのかなこれ。あの人は知ってました。私には事件を簡単に終わらせるための言い訳が必要だったということを。言い訳。事件を終わらせたかったんだ。形だけ拒否しましたが、私の卑怯さは押し込んでもすぐはみ出そうとしていたのです。おばあちゃん、歴史とは不完全な記憶が文書の不備と出会うところに生まれる確信だと言います。なんだそれ。歴史とは不完全な記憶が文書の不備と出会うところ。わかるようでわからない。どういう意味ですか。矛盾、矛盾を解き明かした時に生まれるよってこと。あなたは全然分かってないって意味です。セイカちゃん行方不明事件の最初と最後を思い出せますか。ああ、清崎さんの記憶をたどってるのか。その両端をつないだ線の上に糸を編めるよう私が手伝ってあげましょう。ですから、最初はセイカちゃんの母親が私に電話して通報を。あ、そうです、覚えてます。セイカちゃんが公園からいなくなったと。見つからないようにって言ってた母親か。お、ちょっと待ってください。落ち着いてゆっくり話していただけませんか。どちら様ですって。あー、なるほど。あ、セイカの母出てきた。刑事さん、清崎刑事さんですね。メッセージが増えていく。私のことを覚えてますか。あの時セイカちゃんに会いに来てくださったじゃないですか。私が呼び鈴を鳴らさないでくださいと。覚えてますよね。前に会ったことあったんだ、お母さんと。刑事さん、どうしましょう。早く来てください。
刑事さん、娘がいなくなりました。公園で。最初に通報したのはお母さん。最後に聖火ちゃんが公園にいるのを確認したのはいつでしたか？あ、どんどんメッセージが増えていく。3時33分でした。間違いありません。33だ。聖火ちゃんがいなくなってからもう3時間近く経ってますよ、刑事さん。3時間経ったんだ。7歳の女の子が一人歩きで行けそうなところはもう全部探してみました。3時間探してたってことね。もうどうしたらいいか。悪い想像で頭がいっぱいになってずっと振り払おうとしていますが。自首ですか。なんだこれ、自首。元英語講師、誰だ。人がどんどん増えていく。はい、自首します。私がやりました。え、犯人。女の子が行方不明になったんですよね、公園で3日前に。私が一緒にいました。その子を誘拐したんです。元英語講師。本当に申し訳ありません。重い罪を犯しました。お金が必要で、あんなことを。え、でも申し訳ございませんでした。でも未解決なんだよね、これ。すべてあなたの責任ですって。それはどういう意味ですか。もうなんかめっちゃやりとりが増えていくんだけど。あ、刑事さん、本当のことをお話しします。死んだんです。あの子はとっくに死にました。え？もうこの世にいないんです。聖火ちゃん？審判者さん。これで全部です。私の記憶にあるあの事件のことは。聖火ちゃん、亡くなった？ようやくわかりました。あなたがあの世との境目まで来て、最初と最後を見つけろと命じた理由が。あなたは時空と空間の門番なのですね。ディアルガとパルキアみたいなこと言って。ヤヌス。何これ、どんどん名前変わる。私はすっかり忘れていました。もしかしたらくだらない罪悪感に追われ記憶を消そうとしたのかもしれません。聖火ちゃんを連れ去った人が後で自首しても知らないふりをした記憶と。知らないふり。あの子がもう死んだことを知りながら最後まで真実から目を背けたことも。娘が死んだことを隠すために未解決にしてって言ったのか、お父さんは。すみません、この罪深い老人に救いを与えないでください。おばあちゃん、怖がることはありません。私をどう呼んでも構いませんけど、まだ目を閉じようとしないでください。地獄も煉獄もあなたの居場所じゃありませんから。清崎さんは死のうとしてるのかな、やっぱり。聖火ちゃんがいなくなったのは公園でしたよね。まずその場所の記憶から思い出してみませんか。記憶か。確かにもっと多くの欠片が広がって見えますけど。欠片。歳月を重ねた傷跡のようにかすかです。いえ、うまくやれてますよ。記憶の欠片が思い浮かんだら、そのうちの一つをつなぐ線を引いてみましょう。記憶のつながりを作るんです。ほう。色あせて薄くなったシミも流れる水にさらされるとまた色づいて広がりますから。事件のことを思い出していくってことなのか、清崎さんが。あ、なんか公園がブルブルしてる。何これ。あ、これで選べるってこと、公園が。あ、何これ。え、なんかめっちゃ出てきた。
せいかちゃんを迎えに行った時、周りにあまり見たことない人がいた。構いません、聞き直します。今日のせいかちゃん、おー、なんか関連づいたメッセージが聞けるってこと。じゃあこれ、お、構いません、聞き直します。今日のせいかちゃんのスケジュールに普段と違う点はありませんでしたか。ええ、ありません、同じでした。平日は幼稚園に、週末は主に家族みんなで公園に。団地の敷地内に公園が2カ所ありまして、交互に行きます。公園に交互に遊びに行くんだ。私が一緒に行く時もありますが、車椅子で近づきにくい公園に行く時はめぐみさん一人で子供たちを連れて行くんです。車椅子、車椅子なのか、お母さん。そういえば最近ずっと同じ公園に行っていた気がします。今日もめぐみさんが同じところに行きますって。子供たちが行きたがるそうで。めぐみさん誰だ。違う公園に行ってたらこんなことは起きなかったかも。昼帯、帰りに団地の前にある文房具店に寄ってくることもよくありました。アポロンと言います。アポロン、文房具店、名前かっこいいな。その店の飴が好きなんです、娘が。ああ、証言が増えるってことか。公園、あれ、これは選べないのか。あ、選べた。あ、なるほど、このキーワードから関連する証言が聞ける。じゃあ聞いてるだけでもいいよ。一人でじっくり思い出してみることはできるんじゃないかな。あの時普段は見かけない人があたりにいなかった？公園で一緒にいたって聞いたから。お母さんとせいかちゃん、それから翔太くんも一緒に。タメ口、あ、お母さん、これ、そうだよ、みんなと一緒にいたよ。え、なんか口調変わってない？なんかあったのか。あ、なるほど、だからこれか、公園。このキーワードから飛ばないといけないんだな、絶対。はいはいはい、そういうことね。キーワード経由じゃないと開かないと。せいかちゃんを迎えに行った時、周りにあまり見たことない人がいたとか、特に記憶に残っていることはありませんか。お、お母さん、うちの娘が申し上げた通りです。私はきっと孫娘が公園で遊んでいるだろうと思っていましたが、いざ行ってみたら誰もいなくて。孫娘ん？ですから当然うちの娘が連れて行ったんだろうと思ったんです。娘？すぐにうちの娘が戻ってきて慌てた顔をするのを見て、まさかと思いました。でも刑事さん、あまり心配なさらないで。うちの娘から聞いてるかもしれませんが、孫娘はよく一人歩きする子なんです。孫？うちの娘がああやって大騒ぎしていても、まあ夜になると必ず帰ってくる子でして。ですからお帰りくださって大丈夫です。私からうちの娘によく言い聞かせておきますので。あの子ったら余計な電話をしてしまって。え、なんかおばあちゃん、え、孫いるの？孫もいたの？公園に関する陳述をした人たちを思い出してください。誰だったと思います？あ、そういうこと？陳述をした人たちですか？どれも同じ人との会話でしたよ。違う人か。あ、間違ってんだ。違う、あ、そういうことね。おばあちゃん、人生がジグソーパズルのようなものだと思ったことありませんか？いや、確か明らか口調おかしかったもんな。ジグソーパズルチャンピオンになった。絶対違うだろ。あ、話者の変更。へえ、そういうことか。証言してる人は違うんだ、これ。
え、待ってよ。じゃあ、これ絶対おばあちゃんだろ。おばあちゃんの証言だ。孫とかやってるし。で、ん？てか、和者の変更。あ、これ？この証言。平日は。あ、これじゃあお父さんってこと？いや、英語講師ではないよな。家族って言ってるし。お父さんの証言か、これ。順序の変更もできる。順序？あ、時系列ってことか。はぁ、なるほどね。たとえあなたの記憶が混ざり合ってちぐはぐでも、それぞれの瞬間、それぞれの欠片の凹凸は噛み合ってつながります。記憶がぐちゃぐちゃになってんだ。パズルのピースのつなぎ目をよく見れば、どこにつながるものなのかわかるかもしれませんよ。誰がどんな順番で言った言葉なのかですね。そう、あー面白いねこれ。その後は？その後、そうすると何が変わるんですか？事件の見え方が変わる？そうやってパズルを完成させたら、鍵がもらえるかもしれません。完成したパズルを手にしてるのは誰なのか、それを示す鏡となる鍵です。鍵？おー、なんかいろんなキーワードが震えてる。これを調べろってことなのかな、じゃあ次は。なるほどね。あ、増えるわ証言が。そういうことか。ちょっとずつ事件の全貌。じゃあこれ、聖火ちゃんの幼稚園生活について話してもらえませんか。聖火ちゃん、あー、これ聖火ちゃん。話せることは別の方に電話で全部説明いたしました。まだ捜索中なんですよね。昼間にこんなことが起きるなんて。それも団地の敷地内で。タイトル画面にいた子か、聖火ちゃん。聖火ちゃんのお母さんと、アットマークお兄ちゃんも一緒にいたと聞きましたが、何も見てないと言ってましたか？アットマークお兄ちゃん。てか、これまたなんか口おかしくね？普段の様子は、こんな話が子供を探す時に役立つかは分かりませんし、何でも話してみてほしいとおっしゃったから言うんですけど、聖火ちゃんのお母さんとか言う？聖火ちゃんはいつも明るくて朗らかな子です。いや、これ絶対父親の証言じゃないだろう。去年エデンで初めて会う日も、私を含めた教員たちに全く人見知りしなかったんで驚きました。エデン、エデンどこなんだ。楽園。最初はただ愛想のいい子ぐらいに思ってましたけど、ママがいないと言ってお兄ちゃんがお迎えに来る日が多かったです。その時もお母さんを探したりすることは一切なくて。これ幼稚園の先生じゃない。それが何か問題でもあるかと言われたらそうですよね。問題じゃありませんよ全然。お迎えとか言ってるしさ。でも一回も聖火ちゃんが泣いたり怒ったり顔をしかめたりするのを見たことがないと言ったら、わかりやすいですか。それで私がもっと気にしてあげなきゃ、私が頑張らないとって思い続けてきました。あ、絶対幼稚園の先生だこれ。その明るさが、お日様のような笑顔が危うく見えて、どんな感じかわかりますか。聖火ちゃんそういう子だった。あ、っていう証言か。いや、これ絶対お父さんじゃないよな。まあ幼稚園の先生がそのうち出てくんだろうな。電話。あ、どんどん証言が増える。どうしよう、こっちにするか。すぐ出発します。そのまま話して電話を切らないでください。どうしたんですか。母から電話が来ました。なんか鍋がもくもくしてる。聖火のおばあちゃんです。あ、おばあちゃん来た。今団地の前のスーパーにいるけど、マンションの警備室から連絡が来た。私の家で火災報知器が鳴ってるらしいって。母が言うには警備員が火災かと思って確認に来たけれど、ドアを開けられなくて困ってる。ちょっと私の家まで行って
って開けてきてと。私は聖火ちゃんの面倒を見なきゃいけないから自分で行って開けてと言ったのに、うん、母は頑固で、聖火のおばあちゃん、公園は目の前だからすぐに着くと言ってました。母が聖火の面倒を見る代わり、私が母のマンションに行って確認してから戻ってくればいいと。おばあちゃんのマンションで火災報知器が。その方が早い。私が自分のマンションに戻ってくる時には母が聖火を連れて到着しているはずだと。母の家に行ってみたら本当に警備員さんが立ってました。ドアを開けて入ったら一体何を火にかけたのか、鍋が焦げて煙が立ち込めてて。これお母さんっぽいな、証言。警備員さんが急いでガスコンロを消してから換気をしました。私はその間も娘を連れてこなくてよかった、火が大きくなる前に消火できて助かったと考えながら、すぐまたエレベーターに乗って外へ。ほう。何分もかかりませんでした。なのに戻ってきたら母が約束通り来てて、母に「聖火ちゃんはどこ?」と聞いたら、あなたが連れて行ったんじゃなかったの?と。あー、そこでいなくなったってことか。刑事さん、いつ到着しますか?おばあちゃんと入れ違いになって、おばあちゃんも聖火ちゃんを見なかった。でこれが絶対父じゃなくてお母さんの証言だよね、内容的に。順序。あ、なるほど、時系列的に正しい場所だとこうなるのか。なるほどなるほど、そういうことね。日付が出てきた。2012年2月5日。これアットマークめぐみさん、あ、牧野めぐみ。おお、めぐみさん出てきた。はいはい。あ、もうこれじゃあどんどん調べてった方がいいな。あー、証言がどんどん増えていく。まあでもとりあえず情報を浴びていくか。推理しようにもまだね、わからないことが。聖火ちゃんを探しに公園に行った時、この男の子を見たことがありますか？男の子出てきた。近所に文房具店がある公園、ご存知ですか？数日前にその男の子が公園から出てまっすぐ文房具店に入ったのを見ました。文房具店ね。娘がなんであの男の子と一緒にいたんだろうと思いながら走っていく後ろ姿をしばらく見ていたんです。娘。ところであの日のことなぜ聞くんですか？あの男の子が娘の失踪と関係あるとか。これはお母さんかな。聖火ちゃんを探しに公園に行った時っつってるから、でまあ娘って言ってるしお母さんだろうな。謎の男の子アットマークお兄ちゃん、あ、聖火の兄、お兄ちゃんいるわ。エデン、エデン幼稚園、はい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 。聖火ちゃんが泣いたり。おお、証言聞くか。幼稚園の先生が話したことをどう思いますか？お、本当に感謝しないといけませんね。これ誰だ？あんなに聖火ちゃんに気を配ってくださるとは。左は聖火ちゃんだよね。聖火ちゃんはママに同情してるみたいです。ママがこの世で一番かわいそうだよって。なんだそれ。お父さんがいない時私と二人きりになったらよくこう言うんですけど、その意味が少しわかる気がします。ママがかわいそう。聖火ちゃんはママがこの世で一番かわいそうな人で、そうじゃないといけないと思っています。どういうこと？なのに聖火ちゃんが泣いたら周りの人たちがかわいそうだねって慰めてくれるから、そしたら
自分の方がかわいそうな人になってしまう。この世で一番かわいそうな人はママじゃなきゃいけないのに。ママが一番かわいそうな人じゃないといけない。そう思ってるようです。まだあんなに幼い子が。早く大人になった子供は感情もコントロールするようになってしまいます。聖火ちゃんはそうってこと。それが悲しいです。ママの方がかわいそうだから自分は泣いちゃいけないと思ってるのか、聖火ちゃんは。なんで？で、この人は誰なんだ。知らない女の人だったの。孫娘はよく一人歩きをする。証言マジでめっちゃあるなこれ。聖火ちゃんがこの文房具店によく来ると聞きました。文房具店ね。今日聖火ちゃんの家族は誰も来ませんでしたか。聖火ちゃん一人で来たとか。お、今日は、あ、もう完全文房具店の人じゃんこれ。いいえ、聖火ちゃんも翔太くんも来てませんが。お父さんじゃないよな絶対。警察の方に見えますけど、どのようなご用件で。他の方も来て同じことを聞いたんで。もしかして翔太くんのお母さんと関係ありますか。お母さん。ただでさえ最近はほとんど翔太くん一人で来るか聖火ちゃんと二人で来ることが多かったんで。翔太くんはお兄ちゃんか。翔太くんが幼い時はいつもお母さんが一緒に来てたんです。でも最近はあまり見かけませんでしたね。お元気なんですか。お母さんがいつも来てたけど最近は来てない。お母さんなんかあったのか。あ、でこれ、このセリフさ、多分子供聖火の兄じゃないこれ言ってんの。うん、でこれが翔太くん。あだわ、宮城翔太、聖火の兄。はい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 、そうだな、口調おかしいもんな。実習かキーワード、いろいろある。聖火ちゃん行く、これ気になるな。聖火ちゃん行方不明事件の犯人が名乗り出ました。元英語講師。聖火ちゃんのお父さんが自首しに来たとのことです。え？ああ、刑事さん、これはどういうことで。 おばあちゃんじゃん。絶対に聖火の父の話を信じないでください。すぐに私は警察署に伺います。お父さんが自首した。彼の話は全部嘘です。私です、私がやらせたんですよ。え、これおばあちゃん、おばあちゃんの発言。私のせいです。今行きます、すぐ行きますから。それまで彼の話は聞かないでください。すべて私の責任ですから。でも画像がおばあちゃんだったよな。おばあちゃん、おばあちゃんいないな。いや待てよ。え、じゃあこの自首します、自首します、これがお父さん。え、私がやりました、女の子が行方不明になったんですよ。自分の娘のこと女の子とか言う。でもお父さんが自首したって言ってた。元英語教師は誰なんだこれ。え、じゃあこれもお父さんの発言なのかな。あの子は死んだんです。自首したって言ってたしな。死んだんです。お、翔太くんも、翔太くんも同じようによく懐いていますか。受け入れるのはそう簡単ではなかったと思いますが。受け入れる。警察署から周辺の捜索に行ってご存知かもしれませんが、団地の下に水辺公園があるでしょう。
穏やかに揺れる柳が寂しげなところです。うん。去年翔太とめぐみさんと一緒に、また出ためぐみさん、公園を散歩しながら息子がその木に似ていると思いました。めぐみ様じゃなの。枝を風に任せているように見えても中身は芯が強くて丈夫なやつだと。翔太くん、これは子供にとっては多分大人の私にとっても、家族を亡くすということは一つの世界が崩壊するのに等しい経験だそうですね。家族を亡くす、崩壊したものを再建するには確かに時間が必要でしたが、それでもうちの翔太は自分なりの方法でよく乗り越えてきたと私は信じています。あの子が出かけるときいつも手に持ってるものがありますよね。ご覧になりましたか。家族を亡くすっていうのは聖火ちゃんのことか。いやちょっと時系列がな、あれ待って、これ時系列どうやって動かすんだっけ。あ、ちょっと操作がまだ慣れないな。まあいいや、証言聞くか。2月3日の午後にどなたと通話しましたか。誰だ。うちの事務所はまあ見ての通り事務所に常駐する人が少なくて、主に私が電話に対応してるんですけど、めぐみさんですか。3日の午後。あ、めぐみさんの知り合い。監視してると思われて不満をよく言われるんで、ここでは勤務確認の電話はあまりしませんね。その上午後なら余計に電話することがありませんし。あ、少々お待ちください。勤務確認。ああまあ特別な要件で通話したわけじゃなかったんですけど、数日後あのベストヘルパー表彰の授与式があるんですよ。ヘルパー、出席してくれないかって。ここに登録したヘルパーだけで100人超えるのに来る人がいなくて、まあそれぐらいかな。ヘルパーさんなのか、めぐみさん。でも余計な電話したなぁとすぐ思いましたね。どうせうちの事務所の行事に来て手伝ってくれるようなタイプでもないのに。めぐみさん、あなたも会ってみたんならわかるでしょ、長く話もできないんですよ。いつも子供の世話で忙しいってすぐ切っちゃうから。あの人最近事務所に寄ったことあったかな。子供の世話で忙しい。でもどうしてめぐみさんのこと、何かあったんですか。まあクレームさえなければ OK なんですけど、警察が来るのはちょっとでしょ。まあサボったりする人ではなさそうだけど。めぐみさんの職場の人か、この人は。めぐみさんはヘルパーっつってたけど、コアラ会所属。コアラ会ってなんだよ。可愛いけど、でも極道組織の名前でもおかしくないから。はい、市役所の方ですね。そうです、課長、お疲れ様です。あ、市役所、栄華市役所総務課の者です。市役所の人。館内の未就学児のことなんですけど、今年も予備招集日に来なかった児童が4人もいまして、ご協力をお願いしたくてお電話を差し上げました。もうこの時点でお父さんじゃないな、市役所の人だもんな。4人の家族たちとも通話はしたんですよ。みんな海外旅行中だったとか忙しかったとか、まあまだ小学校の入学式の前ですから特に問題ないと報告するつもりなんですけど、すでに確認は済んでますが手続きってものがありましてね。未就学児の確認、正式な文書は決裁中ですから、教育庁と管轄警察署の合同で世帯別に訪問して確認したということにしても大丈夫ですよね。そちらも助かるでしょう。わかりますよね、こっちからかなり手当が出ますよ。後で文書が届きましたら職員の方々の名簿と口座番号だけ添付して返信お願いします。あとはこっちで処理しますから。
おお、なんだこの会話。とりあえず市役所の人だってことは分かってる。呼び鈴。あ、ある。まあどんどん証言を見ていこう。こんにちは、聖火ちゃんのお母様ですよね。中央警察署の清崎葵と申します。聖火ちゃんと少しお話しさせていただいてもよろしいでしょうか。これは初めて会った時っぽいな、お母さんと。あら、宅配かなと思って急いで開けたんですけど、びっくりしました。知り合いだったっぽいしな。もしまたいらっしゃることがあったら、呼び鈴よりもドアをノックしていただけませんか。子供が寝てまして、そろそろ食事なんでご飯を炊いてたら、あの子テレビの前で居眠りしてて、今寝かせてあげたところです。うん、お入りください。布団に隠れてあの子はよく見えないかな。これは昨日私が連れ回したせいで疲れちゃったみたいで、起きたばかりなのにまた。なんで警察が訪ねてきたんだ。子供ってすぐ大きくなるじゃないですか。この子も急に背が伸びちゃって、合う服が全然なくって、あれこれ買い物するのに忙しかったんですよ。入学前に用意するものがありすぎますよね。制服も注文しに行かなきゃいけないのに、いつになったら起きて食事して出かけられるのかしら。すごい喋るな。すいません、聖火ちゃんと会うのはちょっと時間がかかりそうなんですが。聖火ちゃん、ところで何のご用でしょうか。あ、やっと聞いたねそれ。すげえドバーっと喋ったな、いきなり。うーん、お母さん、まあでもこれは確実にお母さんの証言だな。時系列的にはめちゃくちゃ前てか一番最初だろうな。背が伸びちゃって。お、話してくれてありがとう翔太くん。あ、翔太くんの証言あるな。これ見るか。話してくれてありがとう翔太くん。この時点で翔太くんの証言ない。翔太くん小学校5年生でしょ。背が高いからモテるんじゃない。お母さんに似たのかな。あ、背高いんだ翔太くん。翔太喋らないな。似てるの。あ、僕本当に似てるの。お母さん、あ、終わりだ。翔太はな、口下手なのかな。聖火ちゃんのお兄ちゃんだよね、宮城翔太。あ、つながった、時系列が。でもちょっとまだわかんないな、全然まだつながってこないよね、なんかいろいろ。聖火ちゃんの家族について。お、遠い遠い、すごい遠い。聖火ちゃんの家族についてよくご存知ですね。翔太くんの家族なら、まあ昔からよく見てきたんでよく知っています。誰だこれ。 3,4 年ぐらい前かな。お母さんの発言ではない。翔太くんの家族がこの町に引っ越してきて、初めて翔太くんを見た時は小学校の高学年だと思いました。同年代の子に比べて背が高くてあんまり喋らない子でしょ。めぐみさん、その時低学年用の文房具を買おうとしてたんで、私が翔太くんのお母さんに他の品物をおすすめしたんですよ。そしたらよく間違われますと笑ってた覚えがありますね。あ、翔太くんは背が高いから。もうあったかもしれませんが、翔太くん本当に落ち着いてますよ。まだ子供なのに。妹と2人で来る時も、あの子欲しいものが多い年頃なのに、自分のは選ばないでいつも妹の後ろに立って、妹が好きなものだけを選んであげたりするんですよ。翔太くんはやっぱ妹のことが好きだったんだね。で、聖火ちゃんが亡くなったから口下手、口数が減ったとかそういうことなのか。
いやちょっとよくわかん、まだわか、原島、誰だ犯人だと思いますか。アポロン、あ、アポロン文房具出てきた。とりあえずこの文房具店に来るとき、これは絶対文房具店の店主の発言だよな。これは間違いない。こうやって整理しないと分かんなくなりそう。あ、なにこれ、聖火が行方不明になった日付。あ、これは2月5日2012 25か、これを入力じゃ、あ、こういうの、こういう要素もあるわけね。どれだっけ、あ、これか。日付だから2月、あれ2月3日あれ、あれ2月5日じゃなかったっけ。あ、でまだ見れないのか。あれ2月5日セイカの母が退院した日。あ、これは違うよな。退院、入院してたの、お母さん。警察署、お母様から連絡があったようですね。お母様ってのはおばあちゃんのこと。お聞きの通りです。警察署には一緒にいらっしゃいますか。あ、彼はお祈りをしない人でした。お母さんじゃないこれ。土をいくら深く掘っても無駄な骨折りだと言っていました。入院している子供のそばでただの一度も手を合わせることすらしなかった人です。入院している子供だから信じられません。我が子のために熱心に祈ったおかげでこうやって恩恵を受けたのに。彼は自分の力で何も変えられないという考えが嫌いでただ怒るだけでした。お父さんと考え方が合わない。あの人自首したんですって。本当にあの人が連れて行ったなら養育費のせいかもしれません。養育費、昨年の中頃から何度か私に訴えてたんですよ。養育費を送るのが難しいと。離婚してるのか。それで私は言ったんです。今が子供にとってどんなに大事な時期か分かってるのか、しっかりしなさい、あなたの子供でしょって。え？それでもまたあの人は祈らず自分で状況を変えようとしてるんですね。え、ま、どういうことだこれは。いや、とりあえずこれはお母さんの発言だろ絶対っていうのは分かったけど。あ、お母さん、おばあちゃん出てきた。松田孝子、セカの祖母。これはお母さん。いや、なんか聖火ちゃんがどういう時系列で亡くなったんだこれは。てか亡くなってんのか聖火ちゃんこれ。本当に孫娘がどうこうとか言ってるか。これはおばあちゃんの発言だよね。うん、この辺しっかり整理して証言聞くか。電話いろいろある。市役所の職員、市役所の職員が電話でお聞きした件ですが、新入生の予備招集日は事情があって出席できなかったとのことでしたね。娘さんと一緒に住んでおられますか。娘さん、あ、おばあちゃん、予備招集日ですか。あの時はうちの娘は風邪をひいたと言っていたかしら。ええ、多分そうです。娘、ああ、思い出しました。私も日付を覚えてたので行ってきたのかと聞いてみたんですよ、うちの娘に。娘はお母さんのことだよね。私はまあ一緒に暮らしておりませんが、近くに住んでいて時々立ち寄っています。何しろあの子一人でいると余計なことを考える時間が多くなるでしょうから。
お母さんもしかしてなんかちょっと問題がある人なのかな。何日か前ちょうど娘の家に寄った時でしたが、市役所から電話が来ました。その方も刑事さんと同じことを聞くので、問題ありません、うちの孫娘は私がよく面倒を見ておりますからご心配なくと、そのようにお返事したと思うんですけど。それにしても刑事さん、うん、学校に行かなかったことで普通こんなに追及されたりします？子供のことで追及されてたってことね。でこれ多分おばあちゃんだよな、発言的に。児童福祉担当の市役所職員か。でこれがおばあちゃん。なんか今んところお母さんが少し変わった人だったのかなっていう印象を受けたけど、それが行方不明なんか関わってんのかな。ああ繋がった。聖火ちゃんを最後に見た時何があったのか今なら話せる。これ翔太くんじゃない、口調的に。お前は見ざる言わざる聞かざる。一緒に遊んでから帰るときは必ず文房具屋さんに行って聖火の飴を買ってたんだ。でも最近は食べてなくて、もうおばさんが僕たちと一緒に行かないから。おばさん、おばさんとは。聖火にじっと待ってろと言って走って文房具屋さんに行った。階段を上がったすぐ上、文房具屋さんと公園はフェンスを挟んですぐそこなんだ。本当にすぐだよ。聖火ちゃんを最後に見た時の話だよね。ほんの少しの間だけで走って戻ってきたのにいなかった。おー、聖火が。あの時聖火って大声で呼んだけど聖火じゃなくておばさんだけ来たの。おばさん、僕が泣くからおばさんが何も言わないでって、おばさんが一緒にいなかったこと。おばさんが一緒にいた、言わないでって、お寺で見た猿みたいに。あ、それで見ざる言わざるか。おー、文房具屋さんに行ってる間にいなくなった。でこれは翔太くんだよな。おばさんっていうのはめぐみさんか。めぐみさんだけなんかまだ謎なんだよな。息子さんはいましたか？聖火ちゃんのお兄さんが公園に一緒にいたと聞きましたが。翔太くんがずっと一緒にいたんですが、聖火ちゃんがどこに行ったのかは見てないそうです。これは誰だ、そんなことあるわけないと。うん、些細な手がかりでも見つかるんじゃないかと思ってひどく咳立ててしまいまして、実際に聖火ちゃんを見失ってしまったのは私なのに。これめぐみさん、みんなに申し訳ないです、聖火ちゃんにも翔太くんにも、全部私のせいですから。一緒にいたおばさん、翔太くんには質問をしないでもらえませんか。黙ったままだと思います。これめぐみさんかな、ちょっと試しに。泣きぼくろがあるんだよなめぐみさんは。こうか、めぐみさんは一緒にいたのか、聖火ちゃんがいなくなった時。いや、めぐみさんマジで何者なんだろう。ヘルパーさんらしいけどな。おばあちゃんのヘルパーさん。聖火ちゃんの幼稚園生活について話してもらえませんか。これはだからお父さんじゃなくて幼稚園の人の話だよな。エデン幼稚園ね。エデン幼稚園すげえ名前だ。あ、日付が出てきた。正解ってことか。で他よく分かってないのが
これか。幼稚園の先生が話したことどう思いますか？本当に感謝しないといけませんね。ママがこの世で一番か…これが…これめぐみさんかな。ママに同情してるみたいです。ママの話をされてて、でかつ幼稚園の先生でもない。めぐみさんだわ。めぐみさんだ。これめぐみさんマジでどういう関係の人なんだこれ。ヘルパーさん、コアラ会ってなんだよ。うちの事務所は、まあこれが事務所、事務所がこれがそのめぐみさんが所属してる事務所なのかな。ちょっとまだ名前出てきてないから、この七市のところにいるとこ。ヘルパーね。あ、育児ヘルパーって書いてある。育児ヘルパー、育児のヘルパーさんってこと？めぐみさんは。そういうことか。だから子供と一緒にいた。なるほど、そういうことね。あ、介護ヘルパーかと思ってた。おばあちゃんのヘルパーさんじゃない。育児のヘ、子供のヘルパーか。なるほどね。小学校の就学通知書は届きましたよね。予備の召集日に出席されなかったとお聞きして。またこの話だ。老婆心ながら未就学児の状況確認のために立ち寄らせていただきました。最近世の中が物騒じゃないですか。市役所から聖火ちゃんのおばあ様と電話でお話できたと聞きましたが、直接会ってみた方がいいと思いまして。聖火ちゃんはお元気ですよね。聖火ちゃんの様子を見に来た。あ、お母さん。もちろんうちの娘は元気ですよ。相当な人数のはずなのに、こうやって一件ずつ確認なさってるんですか。大変ですね。お母さんの家に確認を。後で見ていただければわかりますけども、本当に元気ですよ。学校にも行けるくらいに。うん。長い病院生活に疲れてるはずなのに、こんなに元気に明るく育ってくれて親として誇らしく思います。聖火ちゃんの病院生活。この子はお腹の中にいる時から苦労してました。性格は父親に似たみたいですね。あ、聖火ちゃんは早産で小さく生まれたんですよ。お医者さんが会うたびすごく脅かすんです。こうなるかも、ああなるかもと確認書や同意書に何度もサインさせられて。病弱だったのか、聖火ちゃん。それでも私は信じました。娘がいつかあの手でギュッと握ってくれるって。児童虐待とかそのようなことで来られたのでしたらご心配いりません。聖火の父親とは別居中なんです。別居してる。うちの母と一緒に不自由なく育てようと頑張ってますから。やっぱり離婚したのかな。入学式の日は必ず行きますので。ありがとうございます。うちの娘を気にしてくださって。ご飯が炊けたようですけど、よかったら食べていきませんか。いや、なんかでも違和感があるな。なんだろうな。お母さんがやっぱりなんかちょっと引っかかる感じが。これ時系列的にはいつの話だ。一番最初か。聖火ちゃんが連れ去られる前だよね。もうここか。はい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 。一番最初のお母さんと初めて会ったタイミングでの会話か。なるほどね。でこのあと誘拐されてお母さんが通報するわけだ。んー、じゃあ聖火ちゃんがいても問題ないのか、お母さんの家に。じゃあこれ聖火、聖火という名前に特別な意味があったのですか。あ、かわいい。娘は妊娠23週目で生まれて700グラムにもならなかったんです。
手術を終えた妻と娘が集中治療室に運ばれる寸前、看護師が大声で私を呼びます。ああ、これお父さんだな。お父さんの発言だ。わずか数秒だけでしたが、娘を見せてくれました。赤いチューリップの花びらがまだ散っていない。儚い親指姫。ああ。限りなく軽い娘が、綿毛のように飛んでいくんじゃないかと思い、怖くて到底息をすることもできません。早産って言ってたね。看護師に確認お願いしますと言われましたが、何を確認すればいいかもわからなくて、涙で視界がぼやけてばかりで、手のひらほどの娘の姿を目に焼き付けられませんでした。あー、手のひらぐらい小さかったんだ。そんな慌ただしい対面の後、私が真っ先に何をしたと思いますか？出生届です。そのまま息が切れるのも知らずに、病院から市役所まで走りました。おお、出生届を出しに行ったんだ、お父さん。生か、歳の歳という字を使いました。変わってますよね。確かに最初読めなかった。あの時は歳のような強さを込めた名前だと思っていて、名前の一文字一文字に全身の体重を乗せてギュッと押すように書きました。ああ、娘の名前が書かれたあの書類に願いを込めて、これが娘をこの世につなぐ固い根っこになりますように。お父さん、大きな怒りとなってあの子の魂を停泊させてくれればと。お父さんもすごい大事に思ってたんだね、聖火ちゃんのこと。でも離婚はしたんだ。これはでも完全お父さんの発言だったな。お母さんの発言になってたから。宮城哲郎ね、お父さん。どうして正確な時間を覚えているのでしょうか。お、私の携帯に通話記録が残ってます。これめぐみさんじゃない。泣きぼくろある。子供たちと出かけるときは私一人で他の場所に行ったりしません。ところが電話が来まして、子供たちと出かけてるし、普段は午後に電話が来ることなんてほとんどないのに、いきなり電話が鳴って慌ててしまったかもしれません。うん、通話するなら静かなところでと思って、ちょっとマンションの廊下に入っただけなのに。ほう、通話時間はたった5分でした。しかも聖火ちゃんから目をそらしたのは5分にもなりません。あー、聖火ちゃんいなくなった時の話か。通話が終わる直前に振り向いたら、もうあの子の姿はどこにもありませんでした。で、この時翔太くんも一緒にいたんだよね。で、これめぐみさんだよな。お母さんはおばあちゃんの家に行ってた。で、おばあちゃんが来た時はもういなかった。2012年2月3日、電話。証言どんどん聞いていこう。聖火ちゃんのお父さん、遠い遠い。聖火ちゃんのお父さんには連絡しましたか。お父さんね、もう何度も電話しましたけど出ないんです。これは毎年娘の誕生日の時に会うぐらいなんで、電話に出ないのは特別なことじゃありませんが、これお母さんかな。内容的に今はそんな場合じゃないのに、娘が、聖火ちゃんが見当たらないんですよ。実はこの前警察署から、あなたが来た日にちょうどあの人にメールを送りました。娘は私と一緒にいるのも好きだそうですが、パパに会いたいと言いまして、今までずっとそんなこと言わなかったあの子が。あー、別居してるもんね。それで連絡を入れました。聖火ちゃんがパパに会いたいと言うから、
顔を見せるだけでもと。なのにあの人なんて薄情なんでしょう。まあ内容的に確実にお母さんの発言だよなこれは。でお父さんが電話に出ないか。なんかめっちゃ聖火ちゃんのことを愛してる感じだったけど、あ、繋がった。誕生日。あ、家族関係証明書。遠いな、遠い。家族関係証明書。本人宮城哲郎、1972年9月15日出生男。あ、お父さん。配偶者宮城さら、1974年12月25日出生女。死亡。死亡？婚姻2000年3月5日死亡。2009年9月。あれ、子女宮城翔太、2001年1月3日出生男。あ、これ翔太くん。宮城聖火、2004年8月1日出生女。聖火ちゃん、あれ2010。お母さん死んでる。え、2009年に死んでる。え、待って、じゃあこの人誰。え、怖っ、なにこれ。え、この人誰。聖火の母誰これ。本当のお母さん死んでんだけど。